自宅で最高の音を出したいという皆さん、これが一つの答えになるかもしれません。というわけでですね、こんばんは、バートマンです。僕はギタリストをやっております。ギタリストの傍ら、書き込みギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております。こちらにはカメさんクラスという無料クラスがあって、今アンケートに答えるだけで入会できまして、入会していただくと10本の無料レッスン動画がプレゼントになってますんで、ぜひご入会ください。概要欄の方をチェックしてみてくださいね。さあ、先ほどですね、ご紹介しました僕のオンラインサロン、書き込みギタラボのサロンメンバーさんでもあって、日本屈指のですね、ブライアン・メイファン、いや、ブライアン・メイオタクと言っても過言ではないですね、サトルさんという方がいます。はい、そのサトルさんがですね、最近このボックスから登場したばかりのですね、 MV50 ブライアン・メイモデルというのをですね、紹介したところ、バカバズってるんですよ。バカバズってる。というわけでですね、ぜひね、使ってみてくださいということで、お借りできました。サトルさん、ありがとうございます。ブライアン・メイのオタクでも何でもない僕がですね、このアンプを実際使ってみたら、どう感じるのか、そして僕だったら、そうだな、どうやって使うのか、みたいなことでですね、ちょっと別のキャビも用意しました。というわけでですね、今日はいろんなことやって、この MV50 の魅力をちょっと探ってみたいなと思います。じゃあ MV50 のですね、表面のコントロールはですね、まあ、ゲイン、トーン、ボリュームの3つしかありませんね。ゲインは多分入力音量、入力音量なんで、上げていくとまあ音量が上がってきて、上げすぎると歪むってやつですね。トーンはまあ普通はベース、ミドル、トレブルみたいな3つの 3EQ がついてるんですけど、もうこの1個だけにさせてくださいと。要はね、曇るか曇らないかみたいな、それだけですね。これでこの白いノブがですね、マスターボリュームとなっております。なのでクリーンからちょっと作っていきたいので、ゲインは低め、もうほとんど低めで、マスターをグッと上げるという設定にしたいと思います。はい、まあ、えらいこっちゃでですね、今分かったんですけど、マスターだけ上がりますね。なのでゲインはですね、もしかしたら歪み成分かもしれません。はい、今フルにしましたけど、なかなか音量ありますね。お、やっぱりゲインを上げるとしっかり、音が上がってきます。そしてトーンです。12時ぐらいにしてみましょうかね。はい、今僕フロントピックアップなので、ちょっと音が硬いから、真ん中よりちょっと10時とかまで下げてみましょう。イエー、用アンプのちょっと匂いがしますね。ちょっとサウンドが軽いっていう感じが、正直します。はい、なのでなんかね、さっきちょっと裏のつまみを見たんです。で、いろいろつまみはついてるんですけど、音に関係しそうなのは1個だけでですね、 EQ っていうスイッチがあるんですよ。フラットかディープっていう風になってるので、これをですね、ディープにしてみたいと思います。いきます。ディープにしました。スイッチ入れました。さあ、聞いてみましょうね。ローミッドのあたりがですね、グンと出ました。はい、若干ですね、やっぱりちっちゃなスピーカーのちょっと匂いはするんですけども、十分ですね、太い音が出ますね。とてもリッチな感じがします。これリバーブかかってないからね、ちょっと素の音なんでラインっぽいかもしれませんけど、なかなかリッチな音がします。いい音。じゃあですね、ちょっと歪ませていきましょう。ディープのスイッチは、このちっちゃなスピーカーを使用するときの対策なんじゃないかと思うんです。なので、ディープは入れっぱなしでもいいですか？もうフラットに戻さずに、ちょっと歪み量を見ていきたいなと思います。マスターもちょっと12時まで落としました。これがですね、今9時ぐらいです。これが12時。ちょっと歪んできましたね。これがですね、30ぐらい。ちょっとこれだとトーンがちょっとね、生ぬるすぎるので、少し上げていきましょう。トーンをね、今12時ぐらいまでに戻しました。あ、これだとちょっとちっちゃいス
ピーカーのなんかこう嫌な攻撃があるから、10時ぐらいまで戻しました。リアにします。めちゃくちゃいい音ですね。はい、これをですねフルにしてみます。じゃあどんな感じでしょう。あーでもなんかあのディストーションにまではいかない感じかな。ちょっとバリバリした系ですね。はい、ザラついたザラついたロックっぽい音、ロックっぽいオーバードライブかな。という感じですね。ブライアン・メイモデルといえばトレブルブースターですね。トレブルブースターのスイッチがついているんですよ。じゃあちょっと原因をですね12時ぐらいまで落としてトレブルブースターをかけてみましょうか。ザー言うとります。ザー言うとりますね。すごいなこれ。なるほど、なかなかすんごい音ですねこれ。ちょっとボリューム落として歪みを上げましょう。なるほどなるほど、ブライアン・メイのような音が出てきそうな感じがしますね。それっぽいですね。全然フレーズを知らないで弾いててもそれっぽいなっていうのがよくわかります。それではですねトレブルブースターはオンのまま少し原因を下げて弾いてみましょうか。そうするとですねなんかちょっとノイズも減りましたね。なんだろう、 TS9 をかけた時のフェンダーアンプのようなちょっと音がしますね。クリーミーになった感じがするかな。なんか一番ブライアン・メイっぽいのはやっぱり原因を上げてしかもトレブルブースターをかけてですね少しちょっとまろやかなクリーミーなオーバードライブというかギリギリディストーションみたいな音色にするのが非常にこのモデルとしては本領発揮の部分かなと思いますけど、そのトレブルブースターを使おうか使うまいがですねなんか非常にいい音がするなと思います。ただですねこのスピーカーがちっちゃいという問題はやっぱりあるかなと。家の中で楽しむのには十分なんですけど、まあ家の中で楽しむんだったらリバーブがついてたらですねもっとムーディーで楽しいかなと思うんですけどね。別にこうリバーブを用意しなければいけないのがちょっと惜しいところっていうか自宅用アンプとしてはちょっと惜しいところかなと思います。次はですねこの本格的なコンサートとかで使っているキャビを使ってやっていきたいと思います。これエレクトロボイスのですねスピーカーが入っています。12インチのやつが入っています。コンサートレコーディングなどで活躍中のキャビでやってみたいと思います。さあつなぎ直してみました。というわけでですねどうですかこのルックス。すごいよね。なんかこう、なんか乗っけてますねって感じに見えるね。ヘッドとキャビにはなかなか見えません。はい。じゃあボリュームを上げていきましょう。先ほどと同じように12時ぐらい上げてみましょう。白いノブだけですね。おぉ。おぉ。なんかもういい予感がする。ちょっとこれだとこもってるのがわかるので、トーンを上げましょう。トーンを12時まで上げました。いい音ですね。ではですね、原因をちょっと上げてみましょう。9時ぐらいまで上げてみましょうか。おー。でもやっぱりちょっと硬いかな。僕には硬いので、トーンをですね、10時ぐらいまで戻します。めちゃくちゃいい音じゃないですか。めちゃ
ということですね。先ほどこちらのスピーカーでやったようにちょっとディープを上げてみようかなと思います。ディープのスイッチを入れますね。イコライザーです。パチッとな。さあちょっと音を聞いてみましょう。こっちの方がいいね。小さいアンプっていうか小さいスピーカー用の対策かと思いましたけども、フェンダー系のアンプが好きな人は好みかもしれません。フェンダーのアンプってどのアンプもですね、しっかりとあのローミットがね出てくるので美味しい部分ですね。ほら、非常にリッチな音になっていいと思います。はい、あの大きなスピーカーでも変わりませんでしたね。はい、じゃあちょっと歪ませていきましょうか。12時ぐらいまで上げてみます。そしてトーンは10時、マスターも12時のままですね。いきます。おお。じゃあいいよと。いい音ですね。そうなんだ。3時ぐらいまで原因を上げます。どんな音がするでしょう。お、ちょっと何か増えた。お、若干もうディストーションまで近づいてきましたね。それではですね、原因を12時ぐらいまで戻してですね、トレブルブースターを入れてみたいなと思います。あ、先ほどもやっぱりザーッと言いましたけど、今回もザーッと言いますね。ちょっと音聞いてみましょう。なるほど、エフェクターが入った感じ、ブースターが入った感じがします。いいですね、いいですね。もうちょっと歪ませてみましょうか。9時ぐらいまで行ってみましょう。わあ、すごい、これはすごい。非常にいい感じがしますね。ですね、MV50 ちょっとキャビも変えてみてですね、実際どのぐらい使えるものなのかやってみましたが、めちゃくちゃ使えますね。あの普通のいわゆる真空管アンプより全然ですね、ローノイズ、いわゆるトランスがなんかブーンって言ってるような音もないので、非常に静かでですね、これからのまあコンサート事情にはですね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと、あの普通に思いました。で、この MV50 にはですね、裏にはヘッドホン端子がありまして、ここからラインも出せるようになってるんですよ。で、こちらのラインはですね、スピーカーシミュレーター、そしてゴーダナのマイクでマイキングしたような音をシミュレートしてあるらしいので、パソコンなんかにつないで録音なんかも可能なようですね。それも便利ですね。今度やってみましょうかね。というわけでですね、瀬戸さんありがとうございました。 MV50 こんなにいい音だとは思いませんでしたね。あのキャビがあるとこだったら、これだけひょっと持っていけばもう自分の音完成みたいなとこはありますね。他の MV50 もね、あの改めて試してみたくなりました。でもこのブライアンメモデルが非常にいいのかもしれません。はい、というわけでですね、今日は MV50 でいろいろ遊ばせてもらいました。いかがだったでしょうか。参考になりましたらチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。
動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。